はい、おはようございます。リキューです。今日も元気に朝のウォーキングラジオをスタートしてまいります。年を重ねるエイジング、その先にある介護の情報を東京を流れる隅田川の遊歩道を歩きながら、皆さんに情報をお送りしております。皆さんお変わりございませんか？隅田川の今日の上空はですね、97% くらい青空ですね。若干雲があるところがあるんですが、少しずつその雲が消えていってる感じです。はい。まあそんな隅田川、今日の風波度は1から2の間くらいですね。波風じゃなくて風波度、風の度合いなので風を波で見る度合いということで風波度を今日は1から2、場所によるんですけど、まあどちらかというと1に近い感じですよね。はい。ん？あ、おはようございます。おうちデイ新聞の田村さん、いつもありがとうございます。昨日、ライブにゲストとしてご参加いただいてありがとうございました。非常に楽しかったです。ちょっと長くなりましたね。一人でお話ししてるより、対談、トークしてると長くなるなというふうに思って、この言葉のやりとり、これって素晴らしいなと思いました、昨日はね。はい、爽やかな朝歩きながら、まあ、いろんなことを考えています。考えているというよりも物事を整理する時間になっている感じですかね。昨日はちょっと雨で歩いてないので、なんとなくこう一日の始まりがもやっと始まった感じなんですが、まあ、この音声配信を田村さんとさせていただきながら考え方が整理をされました。やっぱり話し合うトークをするブレストーミングみたいなもんで、やっぱり引き出していただいたりするので話が止まらなくなる、要はちゃんと聞いてないなっていうね、自分で話してる時間が多いなっていうふうに思いました。今日のテーマは海外に暮らす日本人の方々のこのエイジングについてというテーマにお話をします。ですね、日本時間の1月27日の土曜日の朝8時、ですね、エンブレッシング・エイジング・ライブというテーマで、ハワイ・ホノルルに住んでらっしゃるルイス・レイコさんとライブをします。このライブは今回で4回くらいやってるのかな。ライブとして意識してやってるのは3回目くらいになりますが、ちょっとご縁があって、ハワイの住宅のまあ、日本でいうとリフォームって言いますかね、シニア住宅、シニアの皆さん向けの住宅改修のデザインをやっているルイス・レイコさんとご縁があって、エイジングについてお話をさせていただいています。でルイス・レイコさんは90を超えるお母さんを日本からハワイへ来ていただいてですね、ご主人が亡くなってからお母さんとハワイで暮らしているということで、まさしくエイジングの真っ最中、あるいはそのお母さんを一緒にハワイで、同居されているということで、その経験だとか、日本人が海外で暮らす、あるいはアメリカ、ハワイのその高齢期の住みやすさ、あるいは課題で、海外から見た日本がどういうふうに見えているのかということをディスカッションしています。私は日本のことしか知らないので、ハワイの日本人が感じている暮らし、エイジング、あるいは見ている日本というのに非常に興味があって、いつも楽しくライブをさせていただいております。これは時差がありましてね、ハワイは1月26日の午後1時、17時間の時差があります。皆さんハワイに行かれた時にかなり時差ボケで大変だと思うんですが、ライブやる時にもですね、ライブができるってことがすごいんです。ただその時差で時間調整すると、日本は早朝、向こうは午後という、まあ、その時間を選んで配信をしますね。でさらにハワイの方々向けのオンラインのセミナーをこれまで3回くらいやりました。例えば認証ケアのこと、日本の介護保険のこと、いろんなお話をさせていただいて、私以外に
このアメリカの弁護士の方だとか、それは会計、あの銀行口座の整理って言いますかね、扱いについて詳しい会計の方と一緒にお話をする機会を持ちました。で、課題がいくつかちょっと私なりにありましてね、一つはですね、ずっとアメリカで生まれてアメリカで育ってる日本人ということじゃなくて、日本から成人になった時にアメリカで暮らしているという、そういう人たちですよね。で、私と同年代の方々がですね、日本に帰りたいと思っている人が多いという話がありました。ただ日本に帰り方がわからないというのが一つですね。ですから今アメリカから日本に帰るための手続きがどうなっているかという法的な手続きの専門家がいろんなアドバイスをしているということと、それから日本に戻ったらどうなるかというところに日本側がですね、なんかサポートすることがあるんじゃないかということです。で、私が窓口に今なっているテーマは、年を重ねること、それから介護の問題ということですね。で、二つ目が、自分たちは海外で暮らしている、ただ日本に残してきた親の介護がそろそろ現実的な問題になっている。で、その介護の不安がですね、自分にもそろそろ起き始めているということになりますね。で、夢を持って20代30代にアメリカに渡った。で、配偶者も得て、子供も得て、仕事も成功に近い形で永住をしていく時にですね、例えば配偶者が病気などで亡くなる、で、子供たちは成長して家から出ていく、これは日本より海外の方がそういう傾向が強いみたいで、結果として60歳以降になったら自分一人が暮らすという、お一人暮らしになってしまう時にですね、このままここで暮らし続けていいんだろうか。もちろんお友達がいたり、子供たちも定期的に遊びに来たりするけれどもですね、やっぱ環境が変わるわけですね。家族の数が増えていく時代、世代、そして家族の数が減っていく時に、やっぱりプロセスというか状況が変わり始めるわけですよね。そうすると、ノスタルジー消費って言ってますが、ノスタルジーが起きて、このままでいいんだろうかというふうに過去を振り返り始めるという現象が起きるというふうに言われています。なぜか若い時には心地よかったものが心地よく感じなくなってくる、あるいはストレスになる、で、結果として眠れなくなる、あるいは美味しいと思って食べてた食事がなんか喉を通らない、昔食べたお母さんが作ってくれた料理を食べたいというね、そういう時期が来る。私もそうなんですけど、私は海外に行って暮らしたことがないですけど、母親が作った手料理食べたいなとか、田舎料理食べたいなっていうふうに思うわけですよね。 なぜかこのノスタルジーが自分の中に生まれてくる、まあ、これも年を取るエイジングの一つの証ですよね。これは脳科学がいろんな形で証明をされています。脳の抑制が働く、新しいことを受け止めがたくなる脳の機能、あるいは受け止めてきたはずなのに、自分の本質はそこになくてですね、若さがその本質を跳ね飛ばして新しいものを受け入れてきたけど、やっぱり年を取るとともに、過去を求めるって言いますかね、自分の心地よさを求めた時に、本当の心地よさはこの海外じゃなくて日本にあるんじゃないかというふうに思っているハワイの方々が、ハワイに暮らしている日本人の方がたくさんいるということを知りました。で、オンラインセミナーの時に、まあ、いろいろ日本の介護保険の仕組みのお話をしました。で、海外に暮らしている方々なので、質問も積極的なんですね。で、こんな質問がありました。日本に帰るにはどうしたらいい。で、そこにいた海外にいる日本人の弁護士の方が、日本に帰っていいことないので、せっかく獲得した永住権、それを大事にしてこのまま
アメリカで暮らすということを勧めたんですね、その弁護士の方が。そしたらね、いた女性の何人かがそれでも日本に帰りたいというような力強い発言といいますか、強い意志を示したのがすごい印象的でした。でそこで考えたんですね、高齢期って言いますかね、まだ60くらいになってこの人たちはなぜ日本に戻りたいんだろうというふうに私なりに考えました。それが先ほど申し上げたこの脳に抑制がかかるっていう言い方、脳のノスタルジーが湧いてくる、それから親の介護っていうものが不安になってくるということが自分の中で起きているという、このエイジングのですね変化、それを受容していく、暗示するんじゃなくて受容していくときに、自分の高齢期、例えば100歳まで生きるとしたら60歳でも40年あるわけですよね。例えば20歳でアメリカに渡って60になったら40年、その40年と同じ時間がですね、エイジングを重ねながらこのまま海外で暮らし続けることができるんだろうか、あるいは介護が必要になった時にこの国の介護サービスを私は上手に使い続けて心地よく生き続けることができるんだろうかということを、なんとなく不安に思っている人たちが海外にたくさん暮らしているということです。でルイス・レイコさんと話しながらですね、まあ、ルイス・レイコさんはもうお母さんをハワイに呼び寄せてっていうかね、お母さんの意思で来たみたいですが一緒に暮らしているわけですよね。またその中にも変化が起きるとしても、まあ、そういう選択肢もありますが多分レアだと思うんですよ。多くの方は日本の親が心配になる、でも日本のことがわからない、介護保険のことがわからない、で一番重要なのは意外と相談する相手がいないということです。で我々も海外に暮らす日本人の方々との接点が決して多くない、その悩みも聞く機会が少ない。私は仕事柄この介護選び相談、自分の親の介護の選び方 を相談を受けている立場からすると、日本人でさえ日本の介護保険のこと、あるいは自分でどういうふうに親の介護を選んでいいかっていうことがわからない人たちが圧倒的に多いんです。実言うと分かり始めるのはサービスを受けてからですよね。あ、こういうことだったんだ、でもそれがいいか悪いかっていうところまで問いかけると、いい悪いまで判断できるほどの情報だとか経験を持ってないわけですよね。そうするとそれは専門家である我々がこれが当たり前のサービスだと思っていることが実はちょっと違うんですよ、あるいはもっとこういうやり方もあるんです、それをあなたは自ら判断して選びましたかということを問いただすと、知りませんでした、でそれが後悔に変わる可能性があるとしたら、その後やっぱ親は介護を受けて人生を終えていくとですね、その終え方によるんですけど、それは私の判断が間違っていたんじゃないか、もっとこういう選択肢があったら、親は無表情で悲しい顔をして人生を終えていかなかったんじゃないかみたいなことで自分のせいにしちゃうんですね。でそのグリーフケアの領域ですけど、自分のせいにしてずっとその後悔が残っちゃう人をたくさん見てきました。我々はっていうか、私も老人ホームの施設をやりながら人生を終えた方々の看取り介護を提供しながら、そのご家族と話し合って、どうでしたか、看取りは満足して、ここの施設を選んだことは満足しているけど、もっといろんな選択肢があったんじゃないかということをよく言われます。もちろんたしなめられたりアドバイスを受けたり、もっとこうしてほしかった、もっとしっかり説明してほしかった、遠慮がちに言わないでほしかった、でもっともっとこうしてほしかった、あるいはもちろんその中には想像以上の予想以上のサービスをしてくれてありがとうというふうに感謝をする言葉とともにですね、もっと大きな期待がありました。でそれにしっかり応えていかなくちゃいけない、もちろん家族だけじゃなくて人生を終えた人たちに人生の最後、生活の援助をさせていただいてありがとうございます、
で、その人たちをありがとうって言って、人生を終えて生きながらですね、もう行くぞ、頼むな、という言葉を発しなくても、そういう表情を我々に伝えながら人生を終えていったわけですね。それを、なんとか職員のみんなと受け止めながら、我々は何ができるんだろう。これね、忍びのカンファレンスっていうのをやってたんですが、あるいはご家族に対してはグリーフケア。その中でいろんなことを考えながら、まだまだこれは進行形です。そういったことをやってきた立場で言うと、海外に暮らす日本人の方々のこのエイジングの中で起きる変化の不安、見えない先に対する漠然とした悩み、その相談をすることができる人がどこにいるんだろう。もちろんあるんだと思いますが、もっともっと日本の地域包括支援センターみたいな行政の窓口もしっかりですけど、もっとこの経験した人たちから聞く、あるいはそれを提供している専門家からお話聞いてアドバイスを受けて、自分ごととして自分で情報を得て自分で判断していくからこそ、万が一間違っていたとしても自分で選んだものに対しては後悔の度合いが低くなるわけですね。知らなくて実行した状況で間違ったなと思った時の後悔と、自分で選んだけど違う選択肢の方が良かったなっていう後悔は、後悔の度合いがかなり違うというふうに私は思う。それはサービスを提供する側もですね、そういうニーズがある、そういう不安があるということを知らないまま、一方的に介護はこうである、日本の介護保険制度はこうあるべきだみたいなことのサービスの提供は、決してその人を幸せにしないし、正しい命のつなぎ方ではないんじゃないかなっていうふうに思っています。海外の方々の悩みだとかニーズを正しく理解しているわけではありませんけど、数回ライブをしたりセミナーをやって質問に答えながら感じている、私の海外居住者の日本人の方々に対して何かお手伝いできることありそうだなというふうに思っているということですね。日本人でもこの間ケアマネージャー、こういうケアマネージャーのこういう説明の仕方だとか、こういう対応って正しいんでしょうか、これが当たり前なんでしょうかっていう相談を受けました。いろいろ聞きましたけど、そのケアマネージャーの対応が適切か不適切かっていうこともありますけど、よりもですね、専門的知識がない人がそのケアマネージャーから聞いた話を理解できてないなっていうことが一番なんですね。もしかすると適切なことを説明していたとしても、最初から信頼関係が構築できないまま説明を聞いているとずっと疑いなんですね。まあ、その疑いがあって私のところに来て正しいんでしょうか、だからそれが正しい、本当にそういうニュアンスで言ったんですかっていうことも含めてちょっと微妙な感じがしましたけど、ケアマネージャーに頼るしかない中で、知識がない中で説明することこそ専門家としてのスキルだろうというふうに思っています。ですから私も今日説明しながらですね、分かっていただける分かりやすい言葉になっているかっていうのは非常に疑問で、結構専門用語をたくさん使うわけですよね。介護は言葉を持たない、言葉も選びながら分かりやすい言葉を伝えるということも含めてですね、海外居住日本人、この人たちは日本語でやり取りができるので英語で説明するってわけじゃないので、まあ、それでも1月27日の朝8時、ルイス・レイコさんとエンプレッシング・エイディング・ライブ、エンプレッシングというのはですね、抱きしめる、自分を抱きしめるように年を取りたい、そういうルイス・レイコさんたちの思いをこの言葉に詰め込んでってますか、エンブレッシングエイジング、それを海外に暮らす日本人の方々の一つのキーワードとしてライブ名を決めました。ぜひ聞いていただければというふうに思いますし、また仲間を集ってその支え方
日本でこういうニーズに対してどういうふうに支えられるかっていうチームを編成したいというふうに思っています。もしご興味があればライブを聞いていただいて、海外居住者の方々のサポートに力を貸していただければ幸いです。はい、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。